べに来てます。あ、今日はグラブで来たんですけど、あのめちゃめちゃ駅近でドローカルな感じの場所にあの立ってます。明日がムルデカの祝日なんですけど、それに合わせてプロモーションとかやってたんで、ちょっと急いで来ないとと思ってやってまいりました。ムルデカプロモのやつをワンピース頼んだんですけど、ポテトかラーメンかコーンフレークかって選ぶんかと思って、値引きされてるやつなんかなって思ってたら全部くっついたやつらしい。なんかすごい面白い、すごい豪華なやつになってると思うので、めちゃめちゃ楽しみです。それでは届くのを待ちましょう。レッツラおいしそう。ソースめっちゃかかってる。タムトライフ。お店の前に椅子があって、そこで食べるんやと思ってたの。お店の方用の机に案内してくれた。めっちゃ優しい。で、なんかそのムルデカ用の特別メニューがコーンフレークとラーメンとポテトを全部つけたやつが8リンギです。では早速食べていきたいと思います。レッツラゴー。え、お水までくれた、優しい。タムトライフ。あー、甘いやつだ。おいしい。お皿みたいなのある、めっちゃありがたい。じゃじゃじゃん。これが一番先っぽがポテト、真ん中がラーメンで、一番根っこのとこにコーンフレークがついてます。すごい不思議。ではいただきます。たまたりぶつだ。たまたりぶつ。たまたりぶつ。うまっ。めっちゃ伸びる。おいしい。めちゃめちゃサックサク、サックサクやし、チーズめっちゃ伸びるし、しかもチーズ結構しっかり味しててめっちゃおいしい。からあのお客さんがチラチラ来てるんですけど、みんな大体あの通りすがりに買ってテイクアウェイする仕組みみたい。大きい道路に面してるんで、そこでバーってバイクとか車で来て買ってもう持って帰るみたいな、そういう感じみたいですね。ここで食べるのもめっちゃいいけどな。
とすっごいサクサク、先っぽの。ケチャップとチリソースとチーズソース、普通に買ったらチーズソースプラスワンリンギって書いてたけど、ムーデカプロムのやつはがっつりかけてくれてた。チーズ美味しい。ソーセージ出てきた。真ん中のラーメンのとこになったらソーセージっぽいもん。めっちゃしっかり味するし、あのソースをこんだけもあの見ての通りガンガンかけてくれてるから、濃い味好きには最高ですね。めっちゃ美味しい、めっちゃ味する麺のところあんまり分からへんかった。ポテトがザクザクしすぎてて麺に気づかんかった。最後コーンフレークゾーンです。ソースかけてくれてるから、それがね、垂れて垂れて。ハマる。なんかね、チーズハットクは初めて食べたのが日本の新大久保で、100円ぐらいしたかな。結構有名なところで食べて、それめちゃめちゃ美味しかったんですよ。めちゃめちゃ美味しかった。ただ重いなって思ったんですよね。1個食べたらめっちゃガッツンってきて、なんか2個も3個も食べられへん感じの、なんか重いずっしりこれ感じのやつだったんですけど、これめっちゃ衣がそんな分厚くなくて軽く食べれるからしんどくない。めっちゃ美味しいし、しかもチーズコンドッグで6リンギ、ノーマルのやつが6リンギで、ムルデッカプロモ のスペシャルのやつが8リンギ。ほんま200円、150円か200円ぐらい。めっちゃ安い。チーズがめっちゃ美味しいから、チーズだけ全面チーズのメニューがあってもいいかもって思った。それあったら私3本目食べちゃうわ。建築
ぶかぶか、ラムネっぽい。この中でこれ食べるの最高やな、美味しいな。あのチーズハットがさ、流行り始めた時に、なんで私こんなに惹かれたのかな、チーズやからかなってめっちゃ思ってたんですけど、ハットクっていうからなんかな、頭の中にホットドッグを浮かべてピンと来てなかったけど、アメリカンドッグなんですよね、結局ね。私もちっちゃい時からアメリカンドッグ大好きで、通りでハマるわけよ。形で思い出さへんかった。これはあのホットドッグでもハットクでもなんかアメリカンドッグだわ。チーズのアメリカンドッグだ。ちなみに英語でアメリカンドッグはコーンドッグというので、もしあのアメリカンドッグ好きな人は検索に使ってください。コーンドッグです。私は初めて知りました。めっちゃうまった。お金払ったっけ。耳になったい。I didn't pay yet, right? まあ、待って、まあ、また、まあ、I didn't pay, right? Really? Thank you so much! びっくりした!2本目タダにしてくれた優しいびっくりしたで、お金持って、カメラ持って、引き換えにしたと思ったけど、そのお金が机の上に置いてあって、払ってないぞって思ったら、カカが優しかった。めっちゃ優しい。めっちゃ美味しい。チェーン店とかで食べるより全然美味しかったんで、プチョンの方、経営とかに住んでいらっしゃる方はちょっと遠いかもしれないけど、駅から本当徒歩5分ぐらいの場所にあるので、ぜひぜひ来てみてください。スバンからはタクシーでだいたい16リンギとかで来れるので、めっちゃ美味しいんで、ぜひぜひ食べに来てみてください。周りには何もないです。これ目当てで来る形になると思うけど、ぜひぜひ、食べに来てみてください。では本日も動画最後まで見てくださってありがとうございました。チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いいたします。あと Twitter と Instagram も持ってるので、そちらもフォローよろしくお願いいたします。毎日生配信の方はビゴライブの方で秋ホタムとして配信しているので、もしよかったらおしゃべりしに来てください。ではまた次、びっくりした。It's a surprise。それでは次の動画でお会いいたしましょう。またね。